佐久間博士は日本中央競馬会に所属する元騎手で現在は調教助手。騎手時代は平地競争と障害競争の免許を持ち、両方の競争に騎乗していた。競馬学校を19期生として卒業。同期には石橋治、長谷川博士代、松岡忠司会南田正明がいる。初騎乗は2003年3月1日。 阪神第四競争で K.I. ブルボンに起乗し、15頭立ての8着。3月15日の中京第1競争で、誠海運に起乗し、初勝利を挙げる。デビュー年から、障害競争にも起乗しており、障害初起乗は7月20日、小倉第5競争の障害3歳上未勝利戦で、デルマギャンブラーに起乗し、12頭立ての6着。この年は6勝を収める。 2005年4月30日には、京都第4競争の障害4歳上未勝利戦で、リバルド娘に起場し、障害競争初勝利を挙げた。平地重賞初起場は2006年2月5日、京都のシルクロードステークスで、ゲイリーファントムに起場し16頭立ての16着。障害重賞初起場は、同年9月8日の阪神ジャンプステークスで、 テイエムキャットに帰場し13頭立ての再開。2008年の京都ジャンプステークスでテイエム突破ズれに帰場。逃げ切りを決めて、重賞初勝利を挙げた。デビューから2007年3月20日までは、鹿戸明旧社に所属し、同年3月21日からフリーとなっていたが、2020年9月8日より、渡辺義彦旧社に所属となる。 2021年2月28日をもって、騎士を引退し、渡辺義彦九社で、調教助手に転業することが発表された。ありがとうございます。